having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys?この少年はなぜこんな動画を撮影したのでしょうか。2021年5月9日、アメリカ・フロリダ州セント・ジョンズ。この日、13歳の少女トリスティン・ベイリーさんが行方不明になるという事件が発生しました。悲しみに暮れる家族、そして懸命な捜査を続ける警察。そんな中、捜査線上に浮かび上がったのはトリスティンと一緒にいる姿が目撃されていた同級生の少年でした。そんな彼ですが、自身のスナップチャットにピースをした自身の写真とともにこんなことを書き込んでいたのです。ねえみんな、最近トリスティンに会った？しかしその投稿を見たフォロワーは衝撃を受けるのです。なぜなら彼が投稿していたのはパトカーの中。プレゼンテッドバイアルゴメトリー。おそす、ケンちゃんです。インスタグラムのリールをずっと見ちゃうヤミコです。アニメアルゴメトリーは教科書には載らない裏の世界史や都市伝説を取り上げ、見るだけでちょっと賢くなれる番組です。今回ご紹介するのはわずか14歳にして殺人を犯したアメリカの少年について。そして裁判ではかなりの重罪が課せられているんです。14歳で？一体どんな理由で殺人事件を起こしたのよ。その理由も気になるところですが、犯人が逮捕時にした行動も大きな話題となりました。まずは殺人事件が起こったところから見ていきましょう。惨殺された少女。2021年5月9日、アメリカ・フロリダ州セント・ジョンズ。この日はちょうど母の日だったこともあり、ベイリー家はお祝いのための準備で大忙し。朝から明るい笑顔と笑い声に包まれていました。しかしその穏やかな時間は突如として恐怖と絶望に塗り替えられることになります。午前9時、ベイリー家の末っ子にあたる13歳の娘トリスティン・ベイリーが忽然と姿を消していることが分かったのです。トリスティン？トリスティンはどこ？しかし家族がいくら家中を探し回ってもトリスティンの姿はどこにもありません。さらに彼女の部屋からはいつも使っているスマートフォンも消えていました。まさか誘拐？胸騒ぎを覚えた母親のステイシーはすぐに警察に通報。まもなく警察や消防、そして心配する近隣住民も加わって大規模な捜索活動が開始されました。広大な森や池、公園などトリスティンが立ち寄りそうな場所をくまなく探しましたが、有力な手がかりは見つかりません。お願い、無事に戻ってきて。ステイシーさんはただ娘の無事を祈り続けました。まさか母の日に娘が行方不明になるなんて。プレゼントなんていいから娘に無事に戻ってきてほしいわよね。ええ、もちろん母親だけでなく彼女を知る人皆がそう思っていたと思いますが、その日の午後6時頃、捜索隊はベイリー家からほど近い森の中にある貯水池付近でトリスティンを発見しました。嘘でしょ。娘の姿を見てその場に崩れ落ちるステイシー。愛する娘はこの世を去っていたのです。しかもその遺体を見た捜査員は全員殺人事件であることを確信していました。トリスティンの体には刺し傷があったのですが、なんとその数は全身に114箇所。そのうち49箇所は腕や手に集中しており、抵抗した際にできた防御創と見られました。なんてひどいことを。捜査員たちは犯人の残忍さに言葉を失いました。パトリオットオークスアカデミーの7年生でチアリーダーとしても精力的に活動していた彼女、一体誰がこんなにも残酷な犯行に及んだのでしょうか。114箇所。いくら殺人だとしてもそんなに刺す必要は絶対にないわよね。なんだか殺人に対する執念を感じるわ。ちょっとひどすぎますよね。犯人の捜索が早速始まるんですが、捕まったのは意外な人物だったのです。謎の行動。警察はトリスティンの交友関係をくまなく調べるとともに、近隣住民への聞き込み捜査を強化しました。まもなく捜査線上に浮かび上がったのはトリスティンの同級生で当時14歳だったエイデン・フッチ。実はこの日の午前1時45分、近隣の家の監視カメラにトリスティンとエイデンだと思われる2人組が映っていたのです。その約2時間後の午前3時27分、同じ監視カメラに先ほどとは逆方向に向かって走り去るエイデンと思われる人物が1人で映っていました。そしてトリスティンが見つかった貯水池は2人が向かっていた先にあるのです。さらに警察がエイデンの自宅を家宅捜索したところ、彼の部屋から血のついた服や犯行に使われた可能性のあるナイフの鞘などが発見されました。
ました。さらに事件現場付近から発見された先端の欠けたナイフはトリスティンの頭皮に刺さっていた破片と一致、さらにナイフからエイデンの DNA が検出されたのです。こうして事件の翌日にあたる5月10日エイデンは逮捕されます。もうこれはエイデンで決まりでしょう。こちら側のどこからでも切れますくらい確実よ。ヤミコさん、あれそんなに確実に開けられるんですか。すごすぎる。エイデン、なんで。この逮捕に対してトリスティンの家族は信じられない思いでした。なぜならエイデンは家からわずか800メートルしか離れていない場所に暮らしていたこともあり、事件当日捜索活動にも参加しながら心配する素振りを見せていたのです。エイデンのトリッキーな行動はそれだけではありません。彼は逮捕される際自身のスナップチャットを更新、ピースをした自身の写真とともにこんなことを書き込んでいたのです。ねえみんな、最近トリスティンに会った。この投稿をしたのはなんとパトカーの中。さらに彼はパトカーの中でこんな動画まで撮影しているのです。 We're having fun in a f***ing cop car. Yep. Tristan. What's up, guys?こうして連行されたエイデンですが、当初容疑を否認していました。しかし物的証拠や目撃情報、そして彼自身のスマートフォンに残された記録など様々な証拠が積み重ねられたため、ついに犯行を自供したのです。パトカーの中で SNS を更新？ Z 世代のやることはわからないわ。もちろん若い世代全員がそんなことをするわけではないでしょうが、もしかしたら彼はソーシャルメディア中毒だったのかもしれませんね。というわけで本日のメトラキーワードはソーシャルメディア中毒について。ソーシャルメディア中毒とは利用をコントロールできず日常生活に支障が出る状態です。兆候としては常にスマホをチェックしてしまう、睡眠時間などを削ってしまう、評価を過度に気にするなど。原因は承認欲求や不安、孤独感、見逃しへの恐怖などが挙げられます。対処法としては利用時間制限、通知オフ、デジタルデトックス、趣味などを通してソーシャルメディア以外の時間に目を向けることが有効です。ソーシャルメディアは使い方次第で有益なツールですが、依存しすぎず上手にコントロールし、問題があれば専門機関に相談することも検討しましょう。エイデンはスマホが最初から身近にあった世代でしょうし、そうなってしまうのも納得だわ。もちろん若い世代だけがなるわけではないので、スマホばかり見ている人は要注意ですね。こうしてエイデンは逮捕されたのですが、一体なぜトリスティンは被害者にならなければならなかったのでしょうか。犯行動機。エイデンは警察の取り調べに対し犯行の動機や経緯について淡々と語り始めました。殺してやろうと思ったんだ。エイデンは事件の1ヶ月前から人間を殺害することを友人に話していたことを明かしました。さらに人を殺すという妄想に取り憑かれていたという彼はナイフを持ち歩き、無造作に選んだ人を森に引きずり込んで刺す計画を立てていたといいます。さらにエイデンの元恋人は、彼は怒っている時頭の中で声が聞こえると主張していたわと語っています。そして友人の一人は捜査官に、カッとなって同級生をターゲットに選んだのだと思いますとも話しているのです。これだけ聞くと、ただ近所の同級生だったから殺したってこと？おそらくそうだと思われます。ここからエイデンはトリスティンを殺害するために動き始めるのです。5月9日、まずエイデンは友人伝いにトリスティンの電話番号を聞き出した。もしもし、誰？やあトリスティン、エイデンだよ。今から一緒に出かけない？まだ中学生でやんちゃ盛りだったトリスティンはこの誘いに乗ってしまった。深夜に家を抜け出したトリスティンはエイデンと落ち合い歩き出す。そして人気のない森の中に誘い込むと、無抵抗のトリスティンに背後から近づき、用意していたナイフで何度も何度も滅多刺しにした。途中彼女が抵抗してきたが、お構いなしに刺し続ける。そしてエイデンは犯行後トリスティンのスマートフォンを奪い近くの池に捨てた。家に帰ると自身の服についていた血痕を消すため自宅の浴室で念入りに洗い流す。しかし洋服を洗っていたのはエイデンだけではない。トリスティン失踪後に近隣の住民が捜索活動を行っていた頃、これだけでも落とさないとと血のついた彼のジーンズを必死に洗う人物がいたのだ。その人物とはエイデンの母親。はあ？これ母親も罪でしょ。はい、この母親も逮捕され第3級重罪にあたる証拠改ざんの罪で起訴されています。後に釈放はされているんですがね。では司法はエイデンにどのような判決を下すのでしょうか。トリスティンの家族の訴え。
2023年2月6日、エイデン・フッチの裁判がフロリダ州セント・ジョンズ郡の裁判所で始まりました。14歳という若さで残忍な殺人事件を起こした少年の裁判は全米の注目を集めます。法廷に現れたエイデンは上下オレンジ色の囚人服を身につけ、うつむいたままほとんど顔を上げようとしませんでした。検察側はエイデンが事前に計画的に犯行に及んだこと、そして犯行当時心神喪失の状態ではなかったことを主張し、当時未成年であるにもかかわらず第一級殺人罪で有罪にするよう求めました。一方弁護側はエイデンが事件当時未成年であったことなどを理由に情状酌量を求めます。裁判ではエイデンの家族が証言台に立ちました。エイデンは本当は優しい子なんです。しかし涙ながらに訴える彼らの言葉はエイデンの犯した罪の重さの前ではあまりにも無力でした。一方トリスティンの姉であるアレクシスは事件後うつ病やストレス障害にかかりながらも裁判に出廷しました。そしてガラス瓶を持ってくるとその中に青緑色の石を一つ一つ入れ始めたのです。最終的に入れられた石の数は114個。 This jar now holds 114 stones, one for each of the 114 stab woundsThat my sister had to endure. アレクシスは人を114回刺すということがいかにひどいことなのかを分かりやすく訴えたのです。そしてアレクシスは最後にこう述べました。Aiden Fucci didn't just take Tristan's life that day. He took everything from us. Lastly, I would like to add my own stone to the 114 that I added for Tristan. This white stone represents...My trust in people, which died the day that Aiden Fucci chose to kill my sister. お姉さん、こんな状況でも立派に証言台に立たれて偉いわ。本当そうですよ。その一方、エイデンはあることを企んでいました。エイデンは交流中、こんなことを言い出しました。まるで自分がなぜそこにいるかわからず錯乱しているかのようです。しかしこれはあくまで自分が捕まりたくないための演技だと考えられています。そして事件から2年後の2023年3月24日、ようやくエイデンに判決が下されました。判事は判決文を読み上げる前に静かにこう告げます。この事件は私にとって、そしてこの地域社会にとって最も困難で最も衝撃的な事件でした。そして彼に下された判決は終身刑。結局彼は未成年であるにもかかわらず第一級殺人罪で25年後に再審理の可能性がある終身刑となったのです。事件後トリスティンの家族はアレクシスをはじめ精神的な病にかかってしまいました。それでも彼らはトリスティン・ベイリー記念財団を設立し、若者たちのメンタルヘルス問題に取り組む活動やいじめ撲滅のための啓発活動などを行っています。さらにはフロリダ州で殺害された未成年者の犯罪現場写真の公開を制限する法律の制定にも貢献しました。二度とこんな悲しい事件が起きませんように。それが最愛の娘を奪われた家族の、そして事件に心を痛めた全ての人々の切なる願いなのです。事件から数年が経った今もトリスティンの笑顔は多くの人々の心の中で輝き続けています。そしてこの事件は私たちに命の尊さ、そして心の闇の深さを改めて突きつけているのです。もしあなたの最愛の家族が殺されたら裁判所でどんなことを訴え